平野ノシの独走を一周したキシユ神タ、ジングジユタのダンスに見るんうナンバーアイ、本気度度キンプリからの脱退、そしてナンバーアイの誕生。2022年11月4日、ジャニーズ事務所を脱退し、新たにナンバーアイ、ナンバーワンを結成した平野ノシ26歳、キシユタ、28歳、ジング優ジユタ、26歳。 彼らはかつてキンプリとして活動していたが、グループ内での方向性の違いから脱退を選択した。特に平野の独走が懸念されたが、最近の動向を見ると、それは杞憂に終わったようだ。ダンス動画で示される実力。新グループ結成からまだデビュー曲は発表されていないが、公式 SNS 上で3人がダンスパフォーマンスを公開。 特に注目を集めたのは、ダンスパフォーマンスチーム、リーハタと海王のメンバーであるキャズセファイヤーとのコラボ動画だ。ジャスティン・ビーバーの、ピーチズ・フ・ d ィー、ダイヤル・キーザー・ジビーアンを踊った動画は、早くも1000万再生を突破している。騎士のツイッターには、カズくん、テッタくんありがとうございます。 というメッセージが添えられ、撮影を担当した映像クリエイターテッタ、テニテイ、氏への感謝が表明されている。動画の閲覧数も非常に高く、キャズと騎士のコラボダンス動画は623万、キャズとナンバー・アイのコラボダンス動画は383万を記録している。 SNS 上には多くの感想が寄せられ、岸くんのダンスが上手くなってる、神宮寺くんのダンスのキレが最高、など、特に神宮寺と岸のダンスが上達したことに対する期待と賞賛の声が多く見受けられる。金プリ脱退の背景とナンバーアイの進化。ジャニーズ事務所からの脱退理由として、平野と岸は、 グループの海外進出を目指したが、活動方針も踏まえると難しく、目標を見失ってしまった、と述べていた。しかし、その後の動向からは、ナンバー・アイが本気で海外進出を目指していることが伝わってくる。平野の独走が心配されていたが、ワイドショー関係者によると、ナンバー・アイになったことで、さらにダンスに磨きがかかっている印象を受けるとのこと。 神宮寺と騎士のダンスに関しても、ハイクオリティなダンスに驚かされた、と評価されている。金プリだった維持には、ジュリー北川氏との意見不致が原因とされていたが、ナンバーアイのメンバーたちは、海外進出に強い意識を持っており、新たな可能性を追求しているようだ。ナンバーアイの本気度を示すコメントと意気込み。 ナンバー I のメンバーはファッション誌ナイロンジャパングローブルイシュー04のインタビューで海外進出についてコメントしている。神宮寺は自分たちの歌やダンス、楽曲を突き詰めて本当にいいと思ったものを持って海外進出の戦略を考えていきたいと語り、岸も日本もそうですが海外でも日常の中で流れる音楽を作っていけたらいいなと思っているんです。 とコメントしている。特に神宮寺は、金プリ時代から、ジャニーズのダンスとは別物としており、今後は、ジャニーズ以外のダンスをもっともっと練習したいな、という意気込みを見せている。これにより、ナンバーアイがアイドル路線を越え、本格的なアーティストとしての活動を試行していることが浮き彫りになっている。ナンバーアイの進化と新たな可能性。 ナンバー・アイのメンバーたちが示す強い意志と進化したダンスパフォーマンスは、彼らが単なるアイドルではなく、本格的なアーティストとしての新たな可能性を切り開こうとしていることを示している。キンプリだったエジには不安視された平野の独走も、新グループの成果として形になりつつあり、ファンや関係者は期待に胸を膨らませている。 ナンバー I の今後の活動にますます注目が集まる。活動に